なんだこの大仏は。粋な計らいってやつさ。スタンドアップ、ヴァンガード。かつては加賀の狂犬、今やブラックアウトの頼れる番犬、石亀サッカー。対する相手はとにかくムカつく生臭坊主、遺跡まさのりだ。いや、実況に市場入りすぎてない？情熱的だろ。ルーチスにライトはスキル発動、虚ろなる月夜を手札に。怨念鎖にライド、スキルを発動して2枚ドロー、手札のオーダーを1枚捨てる。ザクサの国家はブラントゲート、星の戦士だ。対するマサノリのデッキは死者を操るぞ。この対戦カードは面白い組み合わせだね。キュビジアにライド、あ、カードを飛ばされた恨みまだ忘れちゃいないよ。案外ね、ちっこいのね。松台までたたってあげるよ。セットオーダー、虚ろなる月夜を使用、世界はダークナイトになる。俺の世界へようこそ。世界オーダー発動。ダークナイト状態の時、ザクサのユニットは段違いの強さに変わるぞ。天地解明、夜の闇が俺に力を与える。へえ、いいね。国類のガイルにライド、スキルを発動し、ドロップゾーンからオーダーカード、呪われし魂を手札に加える。マサノリ、捨てたカードを再び手札に。さらにリアガードのスキルでドロップゾーンのカードを増やしていく。もしかして計算得意なタイプ？そういうザクサちゃんは元ヤンだから苦手かな。計算は得意じゃないけど。俺のターン、オルフィストにライト、闇はさらに深まる。見せてあげよう、この宇宙の深淵を。アビサルダークナイト。やるね、ザクサ。アビサルダークナイトを展開。世界がさらなる暗黒へ塗り替えられていく。闇の中でその瞳は何を見通すの？決まってるだろ、お前の敗北した姿だ。シャドウアーミートークンをコール。オルフィストのスキル発動、パワー1万5000でブーストを持つ超強力なユニットをコールした。ま、今まで1枚もコールしなかったのはそういうことだよね。ここからは一気に攻め込む。お前のお化け屋敷にな。オルフィストでヴァンガードにアタック、アビサルダークナイト状態でパワープラス5000。ノーガード、というか全部ノーガードでいいよ。全てノーガードの場合、ダメージ4でザクサのダメージを超えるぞ。正気か。ずいぶん余裕だね。蚊に刺されたようなものだよ。それに、うん、俺の死者は蘇る。ゾルガにライド、オーダーカード、呪われし魂を使用、ドロップゾーンの悲嘆と絶望を魔合成。出た、ゾルガのスキル魔合成。強力なオーダー効果を複数使用できるようになるぞ。呪われし魂の効果、山札から4枚見て2枚コールし、パワープラス5000。悲嘆と絶望の効果、ユニット3枚のパワープラス1万。ゾルガの能力でドロップゾーンからもコール。いつの間にか全面にカードが。まさのり、ここから総攻撃だ。安心しなよ、念仏くらいは唱えてあげる。魔合成ね、坊さんにしちゃちとまがまがしいな。美しいの間違いでしょ。怨念鎖のブースト、ゾルガでヴァンガードにアタック。ノーガード、ツインドライブ、クリティカルトリガー。ここでクリティカル。ザクサ、ダメージ5で後がなくなった。逃がさないよ、アタック。ガード、さらにインターセプト。もう一回アタック。ガード、さらにユースフルリチャージャーのスキル、シールドプラス1万。ザクサ、畳みかけてきたマサノリの攻撃をなんとか耐え切った。とはいえもうヘロヘロかな。バカ言え、トマリの前でカッコ悪いとこは見せられないだろ。シャドウアーミートークンをコール。オルフィストでヴァンガードにアタック。その手は想定内。ウラミナタ、ヘンドリーナ、深淵誘いでガード。確かに俺は計算高いタイプじゃない。だけど計算が通用するタイプでもないんだ。
ファーストチェックフロントトリガー、前列のパワープラス1万、セカンドチェックドロートリガおしまいか。また遊ぼうよ。ごめんだね。さようならだ。